静岡駅着いたぞ。マラソンこっち。音楽してない。うんうん、割と空いてる。え、なんか靴下なの？ね。あ、三箇所か。へえー。あ、なるほどね。すごい。3箇所が靴下なんだ。あ、すごいいいね。5本指で。市役所、静岡市役所が受付なんですね。ね。3箇所が靴下。なんか、うん、T シャツよりも使いやすくていいかもしれない。で、外にエキスポみたいな販売ブースですね。オフィシャルグッズ、うん、静岡マラソンのオフィシャルグッズ、あ、こんな感じ。 T シャツ、帽子、やらやら。あ、すごい、なんか多いね。なんか富士山のマークが。あ、本当だ。静岡だから結構かっこいい。なるほど。あ、そうか、3箇所 T シャツじゃないから、こういうので買って記念に残しておくんですね。いいじゃない。あ、これすごい。あの、事前にメダルと書いてあるんだ。本当だ。あ、もう貼ってあるんだ。フィニッシャーのタオルとメダルと。メダルも富士山のマーク。あの、あれだ。もうちょっと向こうに行こうか。こんな感じですね。あの、サラ君のところがあるんですが、ここにご自身のちょっと目標ペースを、あの、一回、あの、ホテルに帰ってから大丈夫なんで、一度書いてみてください。で、まあ、一番上のところとかで言えば、1キロ何分くらいかっていうのを、あの、なんだろう、ちょっと薄いオレンジの書いていただきながら、大事になってくるのが、僕自身が大事にしているところなんですけど、この5キロごとのラップっていうのを、ちょっと、なんだろう、本番スタートしなした時も、覚えていってほしいなと思います。まあ、例えば、腕に書く方もいると思うんですけど、1キロずつとか特に、意識しなくてもいいので、5キロごとっていうのを、頭に入れておくと、修正しやすいんですよっていうので書いています。で、まあ、一番最初のところから、マラソンの、まあ、目標に向けてというところで、最高目標というのは多分皆さん持っていると思うんですけど、最低目標というところを、あの、皆さんあまり意識されていない方が多いので、結構、ね、大事になってくるのが最低目標というところを、まあ、なんだろう、スタート前にはちゃんと持っていきたいというので、最高目標はプラス5分ぐらいをイメージしてください。そうすると、なんだろう、一番スタートのタイムが大体分かる。その最初の10キロですね。最初の10キロに向けてのスタートっていうのが大体、この最低目標のところからスタートしていくと、エンジンをかけすぎないように、あの、安全運行ができるので、なるべくね、あの、早く入らないようにっていうところで、最低目標ラインでスタートしていくのがいいかなと思います。幅を持たせてあげてください。そうすると、あの、次も、
いきなりガクンって上げなくてもゆっくり上げていける、上げていけるとこの30秒のゾーンで、ゾーンに入ればいいので、それでやっていくと、ウェーブがしにくくなるっていうところで30秒、5キロ30秒ごと、6キロで30秒のペース幅を持つっていうのを、作ってみてください。そうすると、一番下のこのご自身のところですね、大体どれぐらいで5キロどれぐらいで走るのかっていうのは見えてくると思うので、それをちょっと意識してみてください。で、マラソン25キロから、動き始めましょうっていうので、お伝えしてます。で、まあ、25キロまではウォーミングアップを意識してもらって、大会の雰囲気とかねすごくいいと思うので入りがちなんですけど、一番ファストラップにならないように、抑えながら、25キロまで抑えながら、行きましょうっていうことですね。で、足が固まり始める時間を、まあ、なるべく短くします。で、失速を抑えるために重要となっているので、後半は、まあ、落ちても慌てずに、慌てず諦めずということで、5キロ30秒の範囲を持って許容して焦らないことですね。焦ると筋肉も固まってしまうのでなるべく焦らないようにしてもらって、25キロ以降少しずつビルダーしていく、ここまで、5キロのタイムゾーンをちょっとずつ上げていけるといいですね。で、今日ちょっと部屋に帰った時にそれを意識して、タイムマネジメントコーディネートしてみてください。はい、はい、じゃあ、これ当日、まあ、当日というかレースの流れはこういう形でちょっと意識してみてほしいポイントです。で、まあ、これおすすめです。おすすめなので、まあ、マラソン僕自身も走って原因から走っている時に、意識してたところなんですけど、静岡、マラソンスタートが、8時20分にちょっと早いので、当日のタイムスケジュールっていうのをちょっと書かせていただきました。はい、でまあ、押すと5時間前に、ね、起きることが一番ベストになってきます。体がね、で、そのために、必要になってくるのはこの大会は3時半ぐらいに起きることになってくるので、しっかり今日ね早く寝るっていうのが大事かなってなってくるんですけど、まあね、そこからね、散歩っていうのをね20分でもいいので少し推奨してます。で、この時間がねゆっくり支度しながら4時から4時半ぐらいの間に、20分ぐらい、もうね、起きてすぐでもいいんですよね。帽子かぶって、あったかい格好して、今みたいな、あったかい状態でしながら散歩、大丈夫です。時差ボケを改善して、まあ、食欲とかね、あと便意を促すためにするので、体を起こしましょう。特に内臓ですね、トイレが行きたいなっていうのも含めて食欲が湧くっていうのも、歩かないとね、なかなか、起きてこないので20分ぐらい散歩しましょうというので、推奨しています。ゆっくり走られる方は萩さんいるんで、ゆっくり、自然に巻かれていってもらっても大丈夫なのでゆっくり組と、少しリズムよく走りたい方は、僕と一緒に走りますので、とはいえ喋れるぐらいの、ペースで、走れればなと1周目指していきましょう。行きましょう。できてきたね。1周 1.6 キロ。1.6 キロ。1キロ。20メートル以内ぐらいです。じゃあ行きまーす。松田チャンネルです。松田チャンネルです。in 静岡。ついに来ました。わあ、来ましたね。ここちょうどね、スタートが本当もうすぐそこで、なんだっけここ、春風場？駿河城公園です。駿河城公園です。あれ春風なんとかじゃないんですか？春風場。春風場じゃないの？
嘘。駿河城公園。え、駿河なの？駿河、駿河。まあそんなスタート近くにいます。もうね、ゴッチャレンジもう最後ですね。最後です。明日本番、これが最後になるので。長かったような短かったような。まあまあまあ長かったですね。長かったですね。もうゴッチャ、まあ大きな怪我もなく、あの定期的にレースも出て風も引かず、一回引いて熱出してまあでもね、なんとか前日スタート地点に立てるところまで来たので、やっと来れました。もうじゃあ最後にね、ゴッチャレンジの意気込みをちょっと聞きましょうかね。はい、はい、泣いても笑ってもついに明日、ね、8時20分スタート。ちょっと早い ね、ちょっと早いんです。早いマラソン、早いんです。ただこれね、本当に当日移動できるマラソンなんで、うん、まあ、すごいね、あのおすすめだと思います。で、明日ですね、私、まあ、松コーチから、まあ、言われている目標が、3時間15分切りということで、一応なんでしょう、自分でもあの戦略の方を立ててきました。で、アベレージでいくとなんとね、4分35。あ、結構早いですね。結構早いです。こう見るとちょっと早く感じるよな。はい、はい、でこれをしっかり刻んで走れたら、3時間13分、ちょっと早いです。4分35で行くと、13分20ぐらいの、ね、そうですね、ただあくまでこれは一応なんでしょう、自分で立てた、まあ、分かりやすい目安なので、うん、まあ、あのここまでは正直きついかなと思ってます、はい。ただやっぱりなんだろう、あのこの目標を、まあ、目指しながら、まあ、3時間15分、まあ、4ヶ月間やってきたので、まあ、クリアできたらいいなと思っております。こっちが、B ブロックスタートなんですよね。そうですね、 B ブロックで。なんかこれ見ると S スタートと A スタートが前にいるので、あのもしかしたらね、スタートちょっと混雑するかもしれないので、ただそこでネガティブにならず、はい、あの1分ぐらいとかね、あのスタートに時間かかっちゃったとしても、まあ、そこでね、あ、やばいと思わず、はい、あのネガティブにならずに、まあ、気持ちを入れて走ることが多分重要だと思うんでね。了解です。まあ、ここまで来たらとにかくもう行くしかないので頑張りましょう。頑張ります。僕もね、応援してますんで、はい、皆さんね、ここまでね、皆さん応援してくれたんで、結構見てるとコメントもみんなくれてるんですよね。そうね。あ、で、あの、はい、ダイレクトメールでもね、めっちゃ来てるんですよ。本当ですか。もちろん頑張ってください。コメントに書く人もいるし、直接僕の方にね、メールで来る方もいて、もう本当いろんな方から応援してもらってるんで、なんとか期待に応えられるように頑張りたいと思います。じゃあ明日、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。